長年のキャリアの中で磨き上げたスキルや人脈を生かすなら BYM のエグゼパート、企業顧問としての活躍をサポートいたします。詳しくは概要欄からご覧ください。年収チャンネル梅本です。はい、今回はですね、新しいゲスト田中さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では田中さん、今回はどこの話をいただけますか？大阪ガスについてです。大阪ガス、年収チャンネル初めてっていう形なんですけれども、大阪ガスって何やってる会社ですか？主にはですね、都市ガスを調達、製造、供給、販売を行っている会社になります。またガス以外にもですね、電力事業だったりとか、その他大阪ガス結構多角化経営をしているので、ガスに関連した他の事業にも参画してるような会社になっております。関西圏の大学生からすると、人気企業で大ガス行きたいみたいな人って多いような企業のイメージがあるんですけど、やっぱ関西圏の人が多いんですか？そうですね、おっしゃる通りで、結構やっぱり関西にそれこそいたいとか、就職後も関西基盤にして生活していきたいみたいな方にとっては結構魅力的な企業かなと思います。そうですよね、大ガスと関電との2つは関西圏の学生であれば1回は説明会行くんじゃないかなというような印象がありますね。僕も関西だったんですけど、結構大ガスのそれこそ大阪の淀屋橋の本社まで確か行った記憶があります。大ガスさんのその仕事内容みたいなのって改めて教えていただければと思うんですけど、どういう部署があるんですか？主には先ほど申しました、そのガスを調達から販売していく中での各バリューチェーンごとに部署があるっていう形で、大阪ガス今ですね、コーポレート部門だったり企画部門っていうところはあるんですけども、 100% 出資してる基盤会社みたいなのを大きく3つ作ってまして、1つがその調達製造するような会社っていうところと、あとは営業部門というか営業会社というところで2つありまして、家庭用部門と業務用部門の大きく2つにそれぞれ営業するような会社をそれぞれ1つずつ作っているような形になってます。ガス調達製造というところでは、海外からですねガスも運んできて輸入してですね、大阪だったり近畿にあるですねそのガスの製造所というところでガスを製造して、各ご家庭だったり工場だったり施設に供給するというところの管理というかというところがお仕事になってまして、で営業のところでいきますと、家庭用のところでは一般のご家庭のお客様にガスを供給するガスだったり電力を供給するというところの販売を行っているところだったりとか、あとは業務用のところでいきますと、工場だったり商業ビルだったり小さい病院とか、ガスだったりエネルギーを販売するような業務というか部署があります。基本的には製造販売の方は理系の方がいて、文系の人は営業みたいな切り口になるんですか？調達製造のところでいくとやはり理系の方が多くて、ただ営業の方でいきますと、業務用の方は結構理系が多くてですね、そうなんですね。で、家庭用の方は特にどっちが多いってないんですけど、文系の方が流れで多いかなっていうのがありますね。大体理系と文系の採用比率ってどんなもんなんですか？理系が7割。そんな多いんですね。業務用の営業のところがガス機器の、設計の計算とかですね、いろいろこうちょっと理系チックなところが入ってくるっていうところで、そこで理系が多いっていうのと、あとは土の研究開発とか製造調達のところもやっぱり結構理系的な要素が多いので、そこで結構こう理系がボリュームを取って、で残りのコーポレートとか一部営業とかで文系が取られるような形ですね、新卒では。基本的には大ガスに入社して、でそこからその製造の会社とか販売の会社、 A2B の販売の会社みたいなのにこう振り分けられるっていう感じになるんですか？おっしゃる通りですね。今でいくと大阪ガスの本体に、いわゆる総合職っていう形で取られる新卒のメンバーは、一旦は大阪ガス本体に入社してから、各基盤会社に、席は本体にあるんですけど、出向みたいな形で配属されるっていうような形になってます。ほぼほぼがもうどっかその3社に配属されるっていう感じなんですか？基本的には、はい、どこかにような形になりますね。人数比率ってどんぐらいかって分かりますか？8割ぐらいがどこかその基盤会社だったり、出向になって、残り2割が本社部門に残ったりしてます。その8割の振り分けは毎年その3社の配分って結構変わったりするんですか？配分は特に変わってなくて、業務用と家庭用の営業のそれぞれ2社っていうところが人員も多くなるので、そこにボリュームとしては多くなるかなっていうので、あとは調達だったりその製造のところは決められたというか、新卒でここ行くだろうみたいなポジションがあるので、そこに毎年同じような人数が入ってるようなイメージになってます。おー、なるほどですね。じゃあそんな中で田中さんは何の部門にいらっしゃったんですか？家庭用部門の営業の方に配属になって。じゃあ元々出身は理系ですか文系ですか？僕文系です。じゃあ文系で入って家庭用の営業って何するんですか？
法人営業って申しまして、一般のご家庭で新築の一戸建てを建てる業者さん、ハウスメーカーだったり工務店さんだったりっていうのと、あとはまあ集合住宅の大きいマンションとかを建てるデベロッパーさんっていうところに法人営業をかける部隊と、あとはまあ我々の流通のチャンネルみたいなところがありまして、いわゆるサービスショップって言われてるところなんですけど、を通じてエンドユーザーさん、戸建てのお客様直接営業するような法人営業とその流通営業みたいなものを2つに分かれています。家庭用っていうのは家庭で使うガス用っていう意味で、その家庭に必ずしも営業するわけではないってことなんですね。おっしゃる通りですね。ガスの営業ってどういう営業になるんですか？まあ、ダイガスって結構やっぱ関西圏だとシェアは高いようなイメージがありますと、その中で営業していくっていうのは何を目的に営業していくんですか？ガスと電気の契約を取って我々から販売したいってところは大きくあるんですけども、それに加えて我々もともとガスをメインにやってましたので、そのガス機器の販売っていうところも行っております。機器の販売っていうとどういう商品になるんですか？いわゆるまあ給湯器とか床暖房とかですね、それを導入しませんかっていうのを、まあ、デベロッパーに営業したら一括でその建物に入るし、導入してないお客さんにこうサービスショップ通していったら一個ずつこう積み重ねていけるよねみたいなのが営業になってくるというところなんですか？おっしゃる通りです。ガスって自由化ってされてますよね。それって実際ダイガスからすると結構影響はあったんですか？おっしゃる通りで、関連さんと契約の取り合いみたいなところにはなってます。でもちょっと企業体力とかもやはり患者さんの方があるっていうところで、我々としても結構まあ危機感は感じたんですけども、その販売、先ほど申しましたそのガス機器の販売に応じたその料金プランとかを設計してですね、まあ、よりガスを使っていただければ総合的に見てガスの単価が安くなるような形で、機器と料金をセットでこうご提案してお客様に選んでいただけるような形だったり、付加価値をつけたりしてこう工夫して営業してるような形にはなってます。なるほどですね。電力も自由化されたわ、ガスも自由化されたわ、なんでお互いがお互いに乗り込んでるっていう感じなんですよね。おっしゃる通りで、多分両社ともガスと電気をまとめたらお得みたいな形で売ってるのでそれぞれの切り口でこうどっちに染めるかみたいな形の営業ってます。関西圏だとここはでかい競合だなっていうところって正直あるんですか？大きくこうそこに割って入る第3っていうところではないですけど、今でいうと大手のキャリアさんとかも電気だったりガスを発売されてますし、いわゆるそうガスとか電気の切り口ではなく別の商材とか別のサービスの切り口からそこにこう電気とかガスをこうくっつけて売ってきて、そういうところで横からこうぐさっとやられてたりは結構あります。キャリアが提供してるその電気とかガスとかって確かになんかよくアップセル商材であるような感じがするんですけど、あれって後ろをたどると実はダイガスだったとかっていうのはあんまないんですか？大きく2つあるかなと思ってます、はい、1つが顔だけはそのいわゆる我々じゃない会社さんとかの顔で、実は後ろの供給は我々がしてますっていう形と、事業者さん自体で発電の設備は持って自社電源はないので、まあ、市場からこう調達されて採算が合う形で料金設計をされてお客様に販売されてるっていう、まあ、大きく2つあるかなと。そういう意味だと電気って調達手段結構多いと思うんですよね。その余剰電力がとか、まあ、それこそ太陽光のうんちゃらこうちゃらとかってあるじゃないですか。ガスってその市場からの買い取りとかってそういうのって起こってるんですか？電気と違ってそこは全くなくてですね、電気の方はおっしゃる通り太陽光とかが普及してきてこう余った電気を買い取るみたいなのあるんですけど、ガスはその逆側というか完全にもう一方通行でお客様に供給するだけっていう形には今はなってます、ね、そうっすよね。だってそこはちょっとガスの方は専門領域すぎて、ね、製造しましょうとかっていう話はなんないですよね。そうですね。じゃあどちらかというとガスの方が代替はされにくくて、強いて言うなら乾電がちょっと乗り込んできちゃったかなぐらいの温度感っていうところなんですかね。おっしゃる通りで、ガスの競合でいくとやはり乾電さんが。なるほど。そんな中で販売で法人営業とかをしてたんですか？私は一般のお客様にその流通さんを通じて機器とかエネルギーを提案するような部署でして、なのでどちらかというとルート営業みたいな形で我々とこう協業している流通サービスショップさんの販売管理というかですね、営業管理みたいなところを通じて自分が担当しているサービスショップさんとか流通もの営業成績が良ければ自分も評価されるみたいな形の、まあ、ルート営業でしたね。サービスショップって具体的にどういうところがそれに値するんですか？関西で行くとエリアになんちゃらガスセンターとかっていうのが入ってて、うちのこうおさがすのマークが看板に入ってるような郊外とかにちょこっとこう店舗を構えられてるような設備屋さんだったりっていうところが、まあ、免許制ではないんですけど我々のオフィシャルの流通網として連携してるような会社さんみたいな形です、その人たちが営業してくれて、例えばそのガス機器だったりを、まあ、戸建てのところとかに新しく取り付きませんかみたいな話をするってことですよね。おっしゃる通りです、はい、その人たちは足で
営業しに行くんですか、それとも結構みんな待ってるもんなんですか。どちらかというとも積極的に営業していくんだ。まあ、ガス機器って結構このメンテナンスとかも結構必要なものなので、保守とかメンテナンスっていうところがある意味お客様としても必要不可欠な接点機会になるので、そういうところでお客様とのまあコミュニケーションとか対話を通じてニーズを掘り起こしてですね、適切な機器とかをご提案していったり、あとはまあ機器自体もこう経年劣化してきますので、そのタイミングでこうまあ今新しく性能も高まってるような機器をご提案したりっていうところで、結構お客接点は多いかなと。どちらかというと守りというか受けとよりは攻めていってるような営業になってるかなと思う。そうなんです。でそこにまあ定期的に訪問して、最近の販売どうですかとか、こういう新商品出たんでこっち紹介してくださいねみたいなのをやるのが、まあ、ダイガス本体側の仕事になるんですか。おっしゃる通りです。エリアによってこう当たり外れとかってあったりするんですか。地域特性っていうところでいくと、給湯器自体もやはりこう普通の給湯器じゃなくて、例えば床暖房とかを使える給湯器とか、うん、グレードアップしていきたいってなると物自体も例えば大きくなってきたりとかして、うん、一定設置スペースが必要ですと、メンテナンスも含めみたいなところでってなると、やはりこう郊外のエリアの方が一戸建てとかで行きますとこう庭が広かったりとかもするので、はいはいはい、そういうところが物理的な制約なしに提案できるとかあったり、特徴とか結構ありますね。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。実際そのガスって、大ガスって今関西圏のシェアどんぐらいなんですか。フローのところでいくとちょっと難しいんですけど、例えば電力でいくと累計で何百万件発売しましたみたいなところはあるっていう形で、ちょっとフローのところでいくと実際にこうスイッチングが発生してたりして、なかなかちょっと把握が難しいところはあるんですけどっていう感じです。ガス部門だけでいうと結構高シェアですよね。新築で引っ越されたお客様がその他にこの流れてしまうかっていう割合も結構高まってきたりしてて、エネルギー契約ってこう一回切り替えのタイミングで契約してしまうと、そんななんかそこからこう切り替えるっていうインセンティブも働かないというか、そのままそこの会社さんに契約するという形にもなりやすいので、お客様がエネルギー契約を検討されるようなタイミングでいかに我々にご契約いただくかっていうところが結構大事な感じに今なってきてます。関西圏がまあやっぱメインじゃないですか。証券ってそんなにじゃあ今後すごい広がっていくかっていうと、まあもちろん他のこう都市ガスさんであったりとか、他の地域のガス会社さんっていうのもあると思うので、そこってこうどちらかというと関西圏で頑張って戦いましょう、で関電と競合したり他が来ていてパイの取り合いになってますってなると、実際このパイ自体は先細りしていくっていう見方をしているのか、もしくは全然まだまだこういう余地があってっていう話が会社であるのかだと、今どういう状況なんですか。関西の市場っていうところでいきますと、確かに先細りというかこの低減してしまってるっていうところはありつつ、まあ、ただ国内っていうところでいくと、まあ、関東とかにもその電気とかガスの小売りっていうところでいくと別会社というかを立てて進出したりはしてるので、なんとか国内でのエネルギーの販売っていうところも継続して頑張っていこうというところはありますと。で会社全体として見た時には現状こうまだ一定のこう販売規模とか売り上げがしっかり確保できてる国内事業をそのまあキャッシュというかですね、利益のところを海外に投資して自分のポートフォリオを広げようというかですね、リスク分散しようみたいな形にはなってます。なるほどですね。じゃあ今までは製造して販売してたところをもう海外のどっかそのガスの何かしらに投資して、そっちの調達だったりとか権益みたいなところに握りに行こうっていうのが今の動きなんですね。実際それ今状況としてはどうですか。会社で見てていい感じなのか、やっぱもうちょっと時間かかりそうだねみたいなのか、なんかちょっと会社内部でこういう話あるよみたいなのをちょっと教えてほしいです。2016年7年ぐらいからこの2030年ぐらい、結構長期ビジョンで海外のまあ売上あの経常利益の比率とかをまあ3分の1以上にしていきたいみたいな、結構もともと20分の1ぐらいだったのを全体グループ全体の3分の1ぐらいにこう拡大していこうっていうので、本当に途上にあるかなっていうところは今ありますと。っていう中で、まあ、去年とかでいきますと実際ニュースとかにもなったんですけど、海外の基地とかで結構事故がボーンってありまして、そこのこの一発の衝撃が結構でかくです、金額的にも。なので結構家庭用とかこう国内の市場って、まあ、もちろん安定供給とか、まあ、小売りの販売っていうところとかで安定した基盤ではあるのでそこはいいんですけど、まあ、海外のその投資案件とかだと供給が止まっちゃうリスクとか、一発の事故があった時の影響額っていうのが結構大きいなっていうのはありまして、なのでまあ今は海外に投資を広げてる途中ではあるんですけど、そういうリスク管理というか海外で何かあった時の会社に与えるリスクとかっていうところもちょっと考えていかなあかんなみたいな。規模が大きくてインフラで安定
定しているとはいえ自由化も起こりいろんな人が参入してきて事業体としては少し昔よりこうリスクにさらされる環境って増えてきてるわけじゃないですか。そこで会社としては海外に行ってやっぱ会社をこう拡大していこうねみたいなその成長戦略みたいなのはよく話としては出てるんですか？そうですね、おっしゃる通りで、まあその海外とかもそうですし国内とかでも結構脱炭素とか一気に潮流が来てる中でガスってエネルギーとしてどうなんやみたいなところ、ただ一方我々としてこうもう固定資産としてこうすごいこうガスの供給網とかを持ってしまってるのでもっとこうカーボンニュートラルとかそれ脱炭素を実現するために現状のこうアセットをうまく活用するためにどういう技術を開発したらいいかとかっていうところも海外投資とか事業多角化以外の本当にコアなもう一回ガスっていうところとかに立ち返って検討してるところではあるかなと思う。脱炭素ってあんま追い風ではないっすよね。そうです、 おっしゃる通りです。でなると、まあ、ガス自体がなくなるとはさすがに思わないですけどガスを使うのかじゃあ電気を使うのかで電気の方がクリーンエネルギーだよねみたいな話になってくるとフェーズとしてちょっときつくないみたいな話にはなりえますよね。おっしゃる通りですね。我々としてもこう電力自体も天然ガスの発電所とかを持っているので今やりつつではあるんですけど、まあ、ただその本当にカーボンニュートラルを実現するっていうところでいくと、まあ、再生可能エネルギーだったりとかっていうところへのまあ投資も強めてますし今までやってきたガス事業をどうやったらこう脱炭素とかカーボンニュートラルの方に向けれるかっていうところに対してそこのこう事業を営んでいく上でも完全にこう CO2 が出ないみたいな世界を本当に長期的に実現するためにはやっぱ再エネの電源を持ってるっていうところは結構強くなってくるのでそういうところにも積極的に国内外問わず投資したりはしてるっていう状況ですね。ガス業界も激動というか結構動きのあるここ何年とか10年スパンとかになりそうですね。分岐点に来てるかなっていうのはすごい感じますね。今ガス会社に入るのはおすすめですか？安定してのんびりみたいなんではなくていわゆるこうゴリゴリ逆にやりたいっていう方が今おすすめなんじゃないかなと思ってまして。なるほど。結構ね昔はそのインフラ系って安定しててまあゆっくり働けてみたいなので、で特に大学さんとかだとこう関西圏に入れてっていうイメージが結構あったんですよ。ちょっと変わってきてる感じします？全体的なこう社風とか人の雰囲気とかは特に変わらず関西らしいかなと思いつつなんですけど実際にやる仕事とか厳しさというかこうちょっとこうヒリヒリする感じは今入っていただいた方が楽しいんじゃないかなと思います。なるほどなるほど。ちょ最後に年収のところをお伺いできればと思うんですが結構高いイメージがあるんですけどどうなんですか？まあ新卒の頃は一般的な企業様と変わらないかなとは思いつつなんですけど20代の後半ぐらい一個ポンと上がるところがありまして、はい、コストはどのくらいになりますか？残業込みでまあ600超えてくるぐらい。おうおうおうおお、なるほどなるほど。その後まあ30手前ぐらいでここは最速で残業代込みで1000万いくかどうか一本。へえ、やっぱ高いっすね。水準としては高いかなと思いつつその2個目の30手前のところの昇格っていうところでいくとやはり結構人数が絞られてしまうというか一発でもなかなかいかないっていうのは結構あります。最速いかなくても次の年だったりその次の年だったりでいくっていうのはありえるんですか？そうですね、何回かチャレンジはできまして一定の年齢の幅でなので、まあ、少なくともまあ30の半ばぐらいではそれぐらいにはなれるのかなと普通にこう仕事をしてればっていう。なるほどなるほどなるほど。早ければ30ぐらいで1000万でまあほぼほぼ頑張ったちゃんとやってれば30半ばぐらいで、まあ、みんな1000万ぐらいにはなるよねっていうそういう水準ですかね。そうですね、おっしゃる通りです。関西にずっと入れてそのぐらいの水準もらえる企業ってなかなか多くないと思うのでそういう意味ではすごいその部分が好きな人にとってはすごい魅力的ですよね。関西に生活基盤置きたくてっていうところで言うと非常にありがたいというかかなと思います。大ガスのいろんな話が聞けて面白かったです、ありがとうございます。まあ、結局あれですよね、やっぱ関西圏にいたくてしっかり収入もらいたくてっていう人だとめちゃくちゃおすすめですよね。めちゃめちゃおすすめですね。基本関西以外にはそんな行かないですか？希望調査とかもあるので語学力があって海外行きたいという方だと全然海外チャレンジできますし東京の方にも国の観光庁対応とか東京の方でもその営業活動してますのでそういうところでチャレンジしたいっていう方はポストは関西圏に比べては少ないですけど全然チャレンジはできるかなと思ってます。ということなので今日は大ガスの、大阪ガスの田中さん過去亀ということでお越しいただきました。それでは田中さん本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。